どうも、ミネです。今回はこのかぼちゃお化けのキャンディーポットというゲームをやっていきたいと思います。まあね、ハロウィンですしね。ハロウィンも近いですしね。早速やっていきましょう。壮大な曲だね。お邪魔します。なんか奥にいるね。わあ、なかなか雰囲気のいいお屋敷ね。綺麗な人だね。緑の髪好きなんですよ、私。ここならきっとお菓子がたくさん用意してあるわね。他の子たちよりも少し早い時間に来てお菓子を独り占めしようだなんて、私たらなんて悪い魔女なのかしら。お菓子もらう年齢でもないんじゃないか、君。あそこに人影が見えるわね。ここの家主さんかしら。挨拶しなきゃね。こんばんは。トリックアトリート、ハッピーハロウィン、ようこそお越しくださいました。いやー、お化け曲が助けて、許して、もうお菓子独り占めするなんて言わないから。おやおや、驚かせてしまって申し訳ない。見ての通り、私はただのジャックオーランタンですよ。ただのって、普通のカボチャは動いたり話したりなんてしないわよ。あ、そうですね。正しくはカボチャの姿をした幽霊といったところかな。悪霊ではないつもりですので、ご心配なく。つもりって信じていいのかしら。ところでお嬢さんはお一人ですかな。ええ、毎年好奇心旺盛な子供たちがこの屋敷にやってきますが、一人で来られたのはお嬢さんが初めてですよ。まあなんたって私は悪い魔女なんだ。悪い魔女だもの、一人で来るくらいどうってことないわ。さっき驚いたのだって演技なんだから。気の強い方だ。それではぜひこの屋敷の謎解きを楽しんでいただけますかな。ええ、もちろんよ。謎解き？各部屋に仕掛けてある謎を解いてキャンディーを集めていただくのです。5つ全て集められたらお菓子の詰め合わせを差し上げますよ。へえ、面白そうじゃない。すぐに全部解いてみせるわよ。ええ、楽しみにしていますよ。それではキャンディーポットと鍵をお渡ししましょう。鍵ですか？キャンディーポットと雲の鍵を受け取った。まずはその鍵を使って雲の部屋へ行ってごらんなさい。雲の部屋は入り口から入ってすぐ右手にありますよ。雲の部屋ね、わかったわ。私はずっとここにいますから、もし困ったことがあれば聞きにいらっしゃい。ああ、わかりました。じゃあ、あ、カボチャのおじさまがくれたキャンディーポットよ。お菓子がたくさん入りそう。雲の部屋の鍵ね。私はいくら悪い魔女と言っても本物の雲は苦手だわ。同感だね。あ、じゃあ常時ダッシュしとくか。もしかしたらね、こいつがうわーって襲ってくるかもしれないからね。何があるかわかんないよ。まあいろいろこっから見ていくか。あら、こんなところにトマトが。あ、これ本物じゃなくて作り物だわ。なんでトマト？本当だね。トマトか。貼り紙があるわ。何か書いてあるね。ぐるぐる渦巻きロリポップキャンディー。ん？どういう意味かしら。これさ、ちょっと気になったんだけどさ、これここじゃん？ここじゃん、ここじゃん。ここにないっていうのはなんかちょっと関係あんのかな。これあれかな、こうやっていくのかな。もしかしたら辿っていってみる。あら、違う？逆か。だってぐるぐるってもうそれぐらいしかなくない？あ、違う、間違えた。あ、お、開いた。箱が開くようになったわ。中に何か入ってる。コウモリの鍵とグレープキャンディーを手に入れた。ていうか、あれだね、箱調べてなかったね。なんかぐるぐる渦巻きに釣られて。早速一つ目のキャンディーを見つけたわね。なるほど、こうやって謎を解いてキャンディーと次の部屋の鍵を手に入れていくってわけね。そうか、じゃあちゃんと調べればよかったな。わあ、真っ暗な猫だ、真っ黒な猫だわ。このうちの子なの？いえいえ、この子は野良猫ですよ。たまに屋敷に忍び込んで遊んでいるようです。へえ、そうなのね。
よしよしよし。でも人懐っこくてとっても可愛いよね。ええ、おやお嬢さん、早速クモの部屋のキャンディーを手に入れられたようですね。次の部屋の様子を見てこられてはいかがかな。ええ、そうするわ。コウモリの部屋は入り口から見てすぐ左手、クモの部屋の向かい側にありますよ。ありがとう。と言ってきます。セーブしとくか。ん、ちょっと待って、ガートルード、へえ、そういう名前なんだ自称魔女なんだね。ここがコウモリの部屋ね。お、なんかいっ、わあ、すごい大きなお菓子がたくさんあるわ。あ、これクッションなのね。とっても可愛いわ。あら、何か書いてあるわね。詰まったらコウモリの鍵を使って。ん？これを動かして道を作って赤い箱のところまでたどり着けってことね。赤い箱ってどこ？あ、あの奥のやつか。詰まったらってなんだ。これはでもこっちやるしかないよね。で、これこっちか。こう。こう。狼男の鍵とメロンキャンディーを手に入れた。ふふ、私にかかれば簡単ね。ん？あら、隣の棚に置いてある本、古いものみたいだから、紙は傷んでいるようだけど、埃もかぶってないし、ずいぶん綺麗ね。これは子供の字かしら。表紙にはアンディと書いてあるわね。ちょっと中を見せてもらいましょうか。10月31日、今日はお父さんがお家でハロウィンパーティーをしてくれたよ。ちょっと難しかったけど、お母さんに手伝ってもらって、隠してあったお菓子を全部見つけたよ。とっても楽しかった。それって今、俺がやってることかい？それと、お母さんからカボチャのお化けの人形をもらった。僕、カボチャのお化け大好き。ずっと大事にするよ。さっきのやつか？これは日記みたいね。アンディ君の日記帳かしら。続きも読んでみましょうか。11月14日、お父さんがお仕事で遠くに行かないといけなくなっちゃったんだって。本当はすごく寂しいけど、僕泣かないよ。お父さん帰ってきたら、またハロウィンパーティーやってね。11月29日、ちょっと前から咳が出てくる。出て苦しいよ。お母さんも苦しいみたい。でも、カボチャのお化けが一緒にいるから大丈夫。きっと、僕とお母さんの悪い病気をやっつけてくれるよ。12月19日、苦しいのが治らなくて、お母さんと一緒に町の病院に行くことになったよ。カボチャのお化けも連れて行こうと思ったけど、お父さんが帰ってきた時に誰もいないと寂しいから置いていくよ。僕はすぐに帰ってくるから、お父さんもカボチャも、カボチャのお化けも待っててね。ここで終わってるわね。この日記、何年前のものなのかわからないけど、続きはないってことは、このことをお母さんは。ねえ、カボチャのおじさま、このお屋敷は今は誰が住んでるの？普段は空き家になっているようですが、毎年ハロウィンの日だけ、この屋敷の持ち主が一人帰ってきますよ。この謎解きを仕掛けたのもその男です。お父さんか。その人って、お仕事で遠くに行っていたっていうお父さん？さっきコウモリの部屋で日記を見たんだけど、おや？あれを読まれましたか？その通りです。この屋敷の主は、その父親です。一人、というのは、ということは、あの日記を書いたアンディ君と、アンディ君のお母さんは。ええ。それでも毎年、父親は、屋敷に謎解きを仕掛け、待っているんです。もう二度と、家族が帰ってくることなどないと知りながらね。そんな、でも先ほども言った通り、毎年、近所の子供たちが、この屋敷にやってきますからね。息子でなくても、子供たちに喜んでもらえて嬉しいようですよ。今も、あなたがキャンディーを集めてくることをとても楽しみに待っていると思いますよ。うん。そうね。うん。すぐに全部集めてみせるわ。頑張ろうね。
ごめんな、なんかすごい悪いやつやと疑ってた。でも狼男の鍵ってどこ？多分こっちやと思うねん。さっき右下左下やったからここやな。なんだか部屋の広さの割に妙に物が少ない気がするわね。ん？なんかピンピン音すんな、ここ。これ何？分厚い本が置いてあるわ。これは魔導書かしら。魔導書？耳を澄まして。ちょっと音量上げるか。ここら辺のなんか音がならへん。あ、これあれか、もしかして。あ、わかったわかった、オッケーわかった。6。0。ん？U字型のやつって何かあったっけ？あ、4か。え？なんだっけここ。604か。はい。あれ？え、でもこれ4じゃないん？この形は4やんな、やっぱり。ん？で、ここが0やろ？真ん中に何もないから。で、ここが、ここと、ここが丸でこうやから、魔導書らしい本ね。私は魔法は使えないのよね。魔女とは何だったのか。604じゃない。こうとか。逆にこうとか。あら？ここに音があんねんもんな。あ、2だわ、ここ。ここ2だ。204だ。めっちゃ考えてたんだけど。黒猫の鍵。黒猫、ここかな。ここが黒猫の部屋ね。ん？なんだい？火のついていない食材ね。先ちょっとここ調べよっか。宝箱があるけど、例によって開かないわね。ろうそく置いてあるわね。この部屋、食材がたくさんあるし、このろうそくを使えってことかしら。とにかく使わせてもらいましょう。ろうそくを手に入れた。ランプに白い明かりが灯っているわね。ランプにはホワイトと書かれているわ。ホワイトですか。剣が飾ってあるわ。ホワイト、ホワイト。ろうそくに青い炎をつける。つけてみる？
つけてみる？一回全部つけてみる。明かりの灯っていないランプがあるわね。ランプにはマゼンダと書かれてる。あ、なるほど。この色に合わせて、イエローだったら赤と緑じゃなかったっけ。青混ぜると多分違うな。えい、ちょっとびっくりしたよ。じゃあこれで赤、オッケー。これは何色？シアン？水色ってさ、これじゃダメなの？ってことは多分赤混ぜるとダメだから、緑とか。はい、オッケー。宝箱が開くようになったみたいね。魔女の鍵とストロベリーキャンディーを手に入れた。よし、これであと一つね。あ、隣の机の上に写真が飾ってあるわ。男の人と女の人、それに小さな男の子が写っている。それぞれパーシバル、カレン、アンディと書き込まれているわ。この子がアンディ君なのね。両隣のパーシブルさんとカレンさんはきっとご両親ね。とっても仲が良さそう。ん？右下に小さく日付が書いてあるわ。え？これって100年以上も前じゃない。だったら病気にかかっていなかったアンディ君のお父さんだってもうとっくに。どういうことなの？かぼちゃのおじさま、おや、どうかされましたかな。おじさまはさっき、今ここに帰ってきてるのはアンディ君のお父さんだって言ってたけれど、おかしいじゃない。黒猫の部屋に飾ってあったアンディ君の ご家族が写っている写真の日付は100年以上前なのよ。ねえ、もしかしておじさま、あなたが？いえ、なんでもないわ。そうそう、おじさま、4つ目のキャンディーも手に入れたの。お、それはそれは、残りあと一つですね。でも、魔女の部屋っていうのが見当たれないんだけど、どこにあるの？ここじゃないの？ここ、あ、ごめん、指差しちゃった。裏じゃないの？魔女の部屋は、天使と女神が導く先にありますよ。天使と女神が？もしわからなければ、また聞きに来てくださいね。天使ってこれじゃないの？あ、よく見たらスイッチがあるわ。なるほどね。天使はこの石像のことね。スイッチを押してみましょう。これとこれやろ多分。女神。で、真ん中のとこがガッて。ほら。わあ、すごい。隠し部屋があったのね。ドア見えてたけどね。ええ、魔女の部屋はこちらです。じゃあ、最後の部屋に行ってくるわ。はい、行ってらっしゃい。じゃあ、セーブしとこう。うん、開かないわね。最後の謎解きもしっかり解かなきゃね。可愛いクマだね。ちょっと待って、待って、こっち。謎解きのヒントが欲しいんですけど、どこにあります？ここなんかあるんだけど、なんだろう。あ、これか、これに書いてあるのか。呪文を間違う魔法使い。剣士様、武器をお忘れです。かぼちゃのお化けのキャンディーポット。それってかぼちゃのおじさまに初めてもらったキャンディーポットのこと？ここに置いたらいいのかしら。なるほど、紙に書かれている内容に合うものをそれぞれタイルの上に置いていけばいいのね。魔女の使い魔、黒猫か。ヴァンパイアの好物は太陽の果実。太陽の果実、トマト。使い魔の黒猫、ここにいたのね。魔女の使い魔は黒猫ちゃん、あなたね。ねえ、私のお手伝いをしてもらえないかしら。ありがとう。黒猫がついてきてくれるようになった。ありがとう、よろしくね。お、かわいい、かわいいこっちから行こうか、せっかくだから。行った順にね。呪文。魔法使いが呪文を唱えるのに必要なのは魔導書ね。
いいね、今までのなんか集大成みたいなね。ケン様の忘れ物はこれね。魔導書。ケン。黒猫ちゃん。猫ちゃん、少しの間ここで座っててもらってもいい？偉いね。トマト。あ、太陽の果実。うん、正解ね。オレンジキャンディーを手に入れた。全部のキャンディーを集められてもね、おじさまのところに行かなくちゃ。ん？手伝ってくれてありがとう。猫ちゃんも一緒に来る？ん？いい子。じゃあ行きましょう。後でゆっくりあなたの名前を考えないとね。おじさま、キャンディーをすべて集めてきたわよ。おめでとうお嬢さん。約束のお菓子の詰め合わせですよ。やった、ありがとう。楽しんでいただけましたかな？ええ、まあ魔女の私にはちょっと簡単すぎたけどね。あは、それはよかった。楽しんでいただけたなら私もとても嬉しいですよ。ねえおじさま、また来年も来ていいかしら？ええ、もちろん。今度はもう少し難しくしておきますよ。お手柔らかに。うん、楽しみにしてるわ。ではまた来年のハロウィンの夜にお会いしましょう。ごきげんよう、魔女のお嬢さん。ええ、ごきげんよう、パーシバルおじさま。なんだろう、この短いゲームなんですけど、すごいね、心が温まる感じがしますよね。ぜひね、まあね、なんだろう、全部やっちゃったんですけど、その多分追加要素とかも多分ないと思うんですけど、ぜひね一度皆さんもプレイしてみて、ちょっと温かい気持ちになったらいいんじゃないですかね。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、別の機会にお会いできたらなと今度ね、お会いできたらなと思います。本当にありがとうございました。